ちゃんくんおはよう。ぽんちゃんもおはよう。ぽんちゃん。はい、おはよう。ぽんちゃん。はい。何キャルキャルしてんの？はいよ。はい、ジャン君、パンちゃん。今日は今29.2度あるよ。ジャン君、ポンちゃん。まあでもここはそっか、ちょっと風があるか。少し気持ちいいかな。日に当たってたでしょ、君たち。はい、ジャン君、行こうか。お迎えに来た形になったね。どうぞどうぞ。来てください。はい、今後。よっしゃ。はい。そろそろこれだね。さあ、つい今しがたですね、黒犬パパは喉の耳鼻咽喉科ですね、喉の病院に行ってきました。鼻からカメラを入れられてですね、喉の調子を見てもらったんですけれども、そんなに腫れてもないし、ポリープのような形跡もないと。本当にもっと詳しく知りたいなら大学病院へと言われたんですが、当面、まあ喉頭がんとかそういう大ごとではなさそうだなと。ただしアレルギーでもないんじゃないということでした。君のせいじゃないんだね。まあ、あるとすれば、大声で、熱を入れて喋りすぎっていうのがあるかもしれないと。毎日ね、生配信とかしてるんでね。さあ、ちょっと、休み休み、行ってみようか。薬はたっぷりもらってきました。一日何個も飲みますよ。一週間、様子見です。どうぞ。はい。どうぞ。ポンちゃん。ちょっと狭いかな。ポンちどゃん。うぞ。おいで。おい入で。れる？あ、ポンちゃんおいで。おいで、おいで。おいで、ちょっおいとおいで。おいで、おいで。で、おいで。入れる？はい。開けてほしいのかな。来れるでしょ。おいポンで、ちゃんポン最ち近ゃん。スリムだもポンちゃん。ん。あ、ポンちゃん。暗くなってる、後ろ。はい。でもね、おいポンで。ちゃんは開いててもね、開けてほしいんだよね、ポンポン。ぼんちゃん。はい、ポンちゃん、おいで。はい、こう。あ、来た。いい子だね、ポンちゃん。伸びて。何のタイミング？君のその来ることにしたきっかけ何？何でしょう。うん、来たね。ビョーンっていう、飛ぶ子、タイミングだね。うん。来たね、ポンちゃん。ねえちゃん好きでしょ。どうぞ。うん、ただね、ほんちゃん。ほんちゃんずっと向こうにいたね。今日はずっと向こうにいました。え、首。
ポンちゃん、なんか喉がね、ガラガラガラってなってるんだよ。一日中こんな声だよ。私はだんだん大丈夫になってきてるわよ。私はね、だいぶ高い声も出るようになってきたわよ。ポンちゃん。ねえ、ポンちゃん。ポンちゃんの鳴き方を真似すればいいのかな。うん。いいな。薬をいっぱい飲んで。土曜日に間に合うようにしないと、喉を休めないと。伸び、伸び。アイヤのばしポンちゃん。あれ、うろうろですか。お、ジャン君どこ行く？